X でお知らせします。絶対に助ける。お迎えに上がりました、囚われのお姫様。いや、眠そうだから眠り姫かな。あなたは言ったでしょ、君を迎えに来たんだよ。首輪を無理に発送とすれば彼女の命は保証できます。2日連続でこんな事件が起きちゃ肝重くなるよな。白石撲滅の会についてお話しいたしますわね。はい、言葉の通り白石主任を撲滅するために発足された会です。入ります。イルミネーションを見るだけでも少しは気持ちも晴れますし、やっぱりクリスマスは特別ですよ。そういうものかな。俺にはその特別感よくわからないけど、クリスマスくらい男を見せろ。よかったな星野、最近うまいもんでもおごってもらえよ。え、ちょっといい？大丈夫そうだな。てめえ殺だな。いじけちゃう。おばさんはここにいちゃいけない。罪を償うのはおばさんじゃなくて俺たちだ。君はお姉さんに大切にされてる、だから君も大切にしてあげてね、とか。俺は君が君らしくあることを願ってる。それを忘れないで。箱庭の外に出て、俺は白石影行という俺だけの色を手に入れたんだ。俺の10年が何のためにあったのか、これがやっと見つけた答えだ。あなたの願いを叶えてください。お前は俺を撃つべきだ。ほら、一等星。俺が殺してあげなきゃいけない。俺も君が好きだよ。大好きで、大切で、誰より特別。変なもの、例えば柳くんのアクリルスタンドとか。おい、作っちゃった。そう来るだろうと思ってな。え、俺も作ってる。カホンをやめろ。うるせえ。おい、やろ、ついてくんじゃねえ。カホンをやめろと言ってるだろう。はい、パエリアージュ、イタリアの風を添えて。どこに添えてあるんだ。パエリアってスペインっすよね。イワタっていうのがかけて、ちょっとイワタって出てる。あんまちょっと僕褒めんのやめてください。お疲れ様でした。お疲れ様でした。素晴らしい。本当にありがとうございます。最後の予告が一番緊張したよ。